おー、いけたらなおきおる。あ。片付けずってるんですか。豆ないから。豆かどうかないから、それだけで味わったんですね、コーヒー。豆がね、今ないんで。あるじゃないですか。入らないんで、ここに。この豆は。なんか最近、雪多ない。今年の冬寒すぎ。ほんまに。これありえへんってない。ずっと寒い。これ、もし夏でさ、逆でさ、こんな温度のずっとこんなんやったらさ、厚い側でやったらな。ん？暑い側でこんなんずっと続いてたら、めっちゃ地球温暖化って言われるやろ、これ。お前なんか、こたつから生えてる？めっちゃ地球寒冷化ちゃう？おかしいな。冬やからやろ！いやいや、夏って暑いけどさ、これ40度超えが連発してるみたいなもんじゃない？基準はどこなん？これ寒いとか言うてるけどさ。僕の25年間の経験です。こんなに寒かった年ありません。絶対に。この家が寒いからちゃう！いや、こんな雪降ってた？滋賀県。そうやね。積もりはせんけど、パラパラ降るのがめっちゃ多いよね。そうそうそう。寒い。明らかに寒い。だからめっちゃ桜綺麗なんちゃうかなと思います、今年の桜は。寒いの方がグッとなるんじゃないの？桜っていう歌あるよな。直太郎じゃなくて。じゃない。直太郎じゃなくて、それ。桜。石川さゆりじゃなくて。石川さゆりと似てる人誰だったっけ？誰だっけ？坂本冬美。それそれ、どっちか。最近の YouTube、何見てますか？最近は、何ですよなぁ。まんまと喋り出しちゃってます。で、君は何を見てるんですか？養老先生ですね。人間っていうのはね、同じにくくりたがるんですよ。平均偏差値。何ですか？誰が平均的な人なんですか？連れてこいよっていう話ですよ、平均的な人。自然に行きなさいって言ってんだから。自然見てみなさい。全然違うでしょ、もう全部。歯の形から、木の形まで。自然行ってないからそういうことになっちゃうんですよ。ね。ゲートツーゲートっていう言葉あるでしょ。ありません。あれ、送り迎えの時に、家の門から学校の門まで、車で送り迎えするんですよ。だからもう、家、学校のね、塾の繰り返しで、もう光の変化もないし、昔は田舎道とか歩いてたら、足とか。もう諦めてるやん、このまで。しんどいね、これ。感覚が刺激されるんやけども、そこの感覚の入力が乏しくなってるのね、現代社会って。だから幼児教育で映像の授業をずっと流して分かったようなやつもあかんと。だからスクールオブロックでも見てましたね、生徒が。最近スクールオブロックっていう映画見たんですけど、非常に良かったですよ、あれ。僕ロック好きになりましたもん。うん。なんて言ったんだ？その生徒が言ってたんですよ。まあ、真面目な学校に、なんか、ロッカーが、売れへんロッカーが。ロッカーって学校のロッカー？違う。売れ残ったロッカーちゃう、ね。営業の？ロック、まあ、売れないバンドマンで、バンドマンというか、まあ、一人なんやけど。何やねん。その人が、何が言いたいの？まあ、先生なるんよ、なんか、いろいろあって。はい。ほんで、めっちゃ真面目な、勉強賢いところなんやけども、で、お前たちはロックやれみたいな、音楽やれって言わはって、ロック子供たちがどんどんやっていくみたいな話なんやけど、その子供が、ロックに目覚めたというか、歌作らはった時に、なんか、僕たちは勉強して、みたいな。うん。ずっと催眠状態みたいな。おええ歌やるって。確かに、催眠状態って、まあいいワードやなと思いました。勉強して、洗脳みたいな。詰め込んで。難しいよね、でもそれもほんまに。よくそういう意見ある。まあ熱中みたいな感じで。意見ある。熱中というのか、催眠というのか。嫌 やったらもう催眠でしょ。堀江貴文もんとかも言うだろ。堀江もんっていうね。堀江貴文、略して堀江もんやね。略してないけど、別名堀江もんや。堀江貴文もんはおらへん。うん。浜国五門みたいな人やから。京都御所の近くに。いいよ、いいよ。いいや。堀江貴文もんとか。ええぞ。堀江貴文もんとかいうもんないで。弾丸残ってない。草加玄瑞の弾丸残ってませんから。勝ったよね、これ。よく言われや。なんか好きなことやっといたらいいんだよ、みたいな。あれってほんまに難しいように聞いてて。そういうのが、好奇心とかも多分さ、生まれ持ったもんとさ、環境の影響ってかなりでかいやん。そういうの出会える環境とかさ、そういうの興味持てる体とかあるやん。だからほったらかしやん、あれ、言うなれば。でもそれって最低限の教育があるから、興味持ったりするわけやん。なんか本とか読んでさ、勉強無理やりさせられた結果。わからへんだから、そんなの。まあ今はそれが行き過ぎてる可能性があると。すいません、あとちょっと熱くなっちゃって。全然熱くはなかったけど。結構ね。結構、平熱やん。36.5 度ぐらいやった。
さっきロックの話してましたけど、情熱されてね、矢沢永吉ちゃんが出てましたけど。矢沢永吉フルネームまで言って、矢沢永吉ちゃんでつけるの、お前。言うたした。っていうね、まあまあ引っかかりましたけど。ね、あの、最初カメラが入った時にね、情熱されてるスタッフが。はい、俺なんてカメラなんて気にしねえから、縦と解いてるみたいなスタッフ。ほんで、まあ、その、ああ、おろっかね、みたいな感じだったんけども、もうその次のシーンぐらいでも、もうカメラ目で喋ったって。知ってるやん、スタッフ絶対編集で。おもろいな、思って。っていうのありましたけどね。君は YouTube 何しに来た？ YouTube に何しに来た？ YouTube で何しに来たわ。YouTube に何しに来た？うん。何のために動画上げてる？そういうことや。人間ってね、生まれ持って目的なんて。めっちゃ長い。何とかしに来たでええねん。自己複製しに来た。でしょうね。なんで自己複製しに来た？なんで自己複製しに来たっていうのは、それが幸福につながるから。そんな真面目な話、聞こうと思ってない。僕に聞いてほしかっただけ。ちょ、お金かけてしたってことは、何回も質問を返してってことやから。何のためにお金とかもええとか言いますけれども。もういいです。聞いた、聞きました。本読んだらわかるんですよ。そういうふうにやるときは、幸せない。幸せじゃあ、何するときに幸せになるようになって分かって考えないと。なんで帽子かぶってんの？その質問じゃない。お前、目によだれついてんで。どういうこと？何しに来たん？ YouTube に。ロックしに来た。あ、小番号ですか？ロックじゃない。ロックしましたんじゃない。ロックって何ですか？そんな聞いたらダメだよ。すべて聞いた。ロックって何ですかね？魂みたいなことでしょ。でしょうね。自己複製でしょ、あれ。音楽と芸術みたいなことでしょ。親和性が高いよね、多分。どうした？神話って何？神様の方じゃなくて。何前やろ。なんで？神話性高い、どういうことやろ。自分の好きな音楽をするのがロックってことかな。うん、で、その自分の好きな音楽っていうのはまあ、生き方やな。それがまあ、人に伝播するっていうのはね、すごい強い。ってな感じでね、ラジオ喋っていきたいと思いますけれども。おい、どうになったんこれ。えぐ。JR ってやっぱ高いんですね。まあ、早いからな。今まで普通に大阪行こうと思ったら990円だっけ。でもね、調べてたらやっぱあったんですよね。まあ、滋賀から京都行くのに200円。それは。京都からなんと唐津まで歩きます。歩くなよ。それもうな、電車で大阪違うやん。もうどこやん。30分ぐらい、25分ぐらいね。ずーっとまっすぐ。含めてる。ずーっと上行くんよ。ほんで、阪急乗ると。唐津から大阪の梅田。それで400円。阪急安いんよ。合計600円でいけると。何時間かかってんねん。時間はかかりますけれども。そんなんな。滋賀から京都まで歩きますって言って一緒やで。国道やん、それ。だから、ね。山越えせなあかんよ。京都のあれはもう。新大阪から大阪まで歩きますって言って一緒やん。恥ずかしくない？時間も大切にしや。恥ずかしくない？何が？僕やったもん。まあだから、600円ですよ。あのうちに家があったらいいね。お前めっちゃ便利ちゃう？知らん。お前目つぶっちゃった。眠たいんで。最近思うんですけど、やっぱり僕前の動画でこれ出してましたけど、やっぱりインフレ嫌やね。貧困層にとったら。来たー！外線来たー！いや、決して僕たちは支持しておりませんので、支持してませんとか言ってもわかんない。これ入ってたんですよね。ポスター掲示のお願いにもありました。チラシを売りさせていただきますので、ご一度、消費税の廃止。言うてることはいいんですよ。毎月10万円の給付って。言うてることはね、これ絶対インフレなるから。見たらわかるやん、もう。皆さん。今インフレなってるやん。財源はという質問。はい。政府による通貨発行です。は？よく言うやつやん。新規国債ですって書いてありますわ。国の借金、私や子供の借金、と思ってませんか？実はそれ間違ってます。参加せなあかんねん。似てへんなぁ。まあね、山本太郎が降りてくるときと降りてこないかのときあるんですよね、これ。シンプルに山本太郎のモノマネしても面白くはないんじゃない？違うときに山本太郎を降ろすのがおもろい。みなさん、お褒めください。失敗してるやん。いきなり滑り入りましたけど。これによると、政府の赤字のときは、民間は黒字が多いやし。はいはいはい。まあ、政府が、それは政府がお金出してるから、景気回復するわな。っていうらしいわ。政府の赤字が拡大しているとき、民間はどうなっていますか？政府が赤字を拡大したときには、民間黒字を拡大している様子がわかります。そらそうや。誰かの赤字は誰かの黒字。誰かの負債は誰かの資産。
当たり前の関係性が政府と民間の間にも存在するのです。はい、政府の赤字は民間の黒字。政府の借金は民間の資産。これが事実です。次の参議院選、はい、私、この高槻から立候補させていただきます。辻元さんやん。辻元さんやん。落ちた。一瞬に負けた辻元さんやん。それ吉本の辻元さんやん。さっき見えへんけどね、あの、階段が急に坂になるやつ、叩いたら。ただしお金は無限に発行できません。上限があります。上限は、インフレ率 2% です。関連動画上げておきます。でもこれ、インフレ率 2% っていう定義もよくわからへん。いや、これは賢い人が出してるよ。アメリカとかっていうさ、そういう無意識の。いや、アメリカとか多分。無意識に学者とか、そういう専門が、専門家とかにすり寄る思考過程が。そこが問題じゃないんですよ。思考過程が。下丸さん。下丸さん。思考過程が、自らに存在するのを認識したとき、銀之助は妙に悲しくなった。何の話っていう小説書きました、ノートに。インフレ率 2% が問題なわけじゃないんですよ。これ、インフレ率 2% を目指して、インフレ率 2% で止まらないというのが問題なんです、そんな。簡単に。アメリカ見てください、今。めちゃめちゃインフレです。今、日本もインフレです。値上げ、値上げ、値上げです。今日パスタ買いに行きましたけど、値上げされてました。だから今、企業はチャンスやね。値上げするチャンス。みんながやってるからも上がる。なんか、当然。なんか、アマゾンとかもね、ダゾーンとかも。ネットフリックス知らんけども。そういうのも、どんどん値上げされるでしょ、今。インフレな。インフレ。確実に。なんでなんですか？なんでなんですか？供給が。供給ってさ、あの、小麦が値段上がってるか分かるんでさ、あれって、コロナで供給がなんか、なんちゃらかんちゃらみたいな。工場が止まるからさ。コロナで？うん。それってインフレって関係あるん？これと。え？国債発行したから。あ、だから。とかじゃないやろ、それって。え？それでインフレにはいろんな種類があるよ。関係ないことはないよ。関係あるでしょ。ばらまいてきたから値上げしてんの。需要と供給がマッチしてないでしょ。だからまあこんな話をする大前提として、そういうデータに無関心すぎるのが一番問題じゃないかなって。そういうことを意識した方がいいんではないのかと。いうふうに思いました。財政健全化。おい、知らんけ。財政健全化というのは、適切な時期にしっかりと前向きに進んでいく。もう、抽象的に、ね。後ろを向かずに、未来を見て、前向きに。言うた。進行していく。さっき言ったけど。新選組と維新で対立してるやん。名前からしては。もう、幕末対維新やん。しかも、山本太郎って、三谷幸喜の新選組出てたからね。毎月10万円の給付を4年間続けても上限であるインフレ率 2% にも届きません。ほんまに？つまりはできるもっと出せるということ。いや、これな、無理やろ。お金があり円がありすぎて円の価値が下がるということでよろしいですか？海外の投資家とか買わないわけですよ、多分。国債を。あはは出ました、加納雄三。加納雄三。ツイッター引用始まりました。吉丸選手得意のツイッター引用が始まりましたよ。仮想通貨するならビットプライヤーで。そんなの誰でも言うでしょ。でもそこで日銀が入ればいいって言ってんねんよ、みんな。池の坊さん池の坊さん。MMT とか。確かになぁと思うけどね。日銀が永遠に入り続けたらいいんじゃないの？どこになんの、それって。日銀はどこからお金出てくるの、それって。発行するんやん。お金を？日銀が発行するのはお金なの？お金やろ。政府が発行するのは？国債やん。でも日銀がそんな円を発行したら円の価値下がるやん。僕的にですね、日本はインフレよりデフレの方がいいんじゃないかなって。なぜなら、昔は車とかなんかさ、輸出大国やったかもしれませんけれども、今ってもうほとんど海外のものでしょ、日本って。そこでいかに幸福度を上げるのかと考えると、デフレの方が都合いいんじゃないでしょうかね。デフレで助かる人の方が多いんじゃないでしょうか。インフレって直撃するやん、家計に。で、インフレでなんか企業の売り上げ増やして、給料増やすって言うけれども、給料増やしませんやん、企業って。固定給、時給上げませんやん。上げるとしてもボーナスとか。そのボーナスが上がったからといって、普段の生活が変わりません。日本人特にそんな買えませんでしょ。企業の売り上げは上がってきてるけれども、日本の国民の給料上がってないというデータもありますもんね。だから、企業が給料を上げるとかいうのは期待しない方がいいと。企業はなぜ給料を上げないんでしょう。それは不景気の時に不安だからでしょう。不安ですよね、やっぱり。不安なんですよね、やっぱり。不安につけ込む政治家や。一番上がるやつやん。そうなん？知らん。はぁ、こんなの喋っちゃいいなよ。だから、いかにリスクを取れる社会にするか。そこに
焦点を開けなければいけません。まあ、こんなことは一生わからないまま死んでいくと思うとちょっと虚しいですね。政治家だったらいいんじゃないですか。政治家になるもんちゃうよ、こんなん。これを知るために。あ、そう、僕はなりたいけどね。おっとやめたらいいと思うけどね。え、普通に知りたくない？勉強したらええやん。なんで政治家になるこれも、日本の問題ってこれだけちゃうで。坊ちゃんってこんな喋れんの？この、日本の問題ってこんなちゃうで。え？政治家って、もっと政治家ってさ、もうこんな、こんなこと全部心配しなあかんで、全部喋れるようになる。それは、君のイメージの政治家でしょ。僕はもうさ、これに特化したやつ。切ります。経済学者やん。僕は国防何もわかりません。って言ったらいいんじゃないの？いや、まあ、そんぐらいでいいかもしれんもんね。最近ね、異邦人読んだんですけど、紙の。この一文で要約できるかなと思います。あの本。システマティックな世界が私を捉えている。それだけです。私はシステマティックじゃないんですか？本来、人間はそうなんでしょうね。システマティックじゃないってこと？そりゃそうやろ。生まれた瞬間、おぎゃーってなんでシステマティック？なんでおぎゃー言うてんの？うわおぎゃー言うてんのシステマティック。構造主義？構造主義の方？井上の方です。井上構造主義です。システマティックな世界が私を捉えてるんですよ。じゃあ、なんで私が捉えられるの？そうやって。システマティックな世界に。まずシステマティックな世界が私を捉えてるっていう解釈をお願いします。本当に私と同じような。社会人になるってことやろ？社会の。まあ、社会人でその、20歳で就職するとか言って。カレンダーに囚われるとか、時間に囚われるとか。宝石までカレンダーに囚われるとか。よくあるやん、そういうの。何がや？人間は社会に染まっていくみたいなことでしょ。はい。それだけですよね。それが、もうそう。そういうこと。で、そうやろ、異邦人って。せやな。で、異邦人と僕は思うんやけど。タイトルがそうやもんな。タイトルがそうやもんな。法律だとは言う。社会の異邦人ってことでしょ、ね。そういうこと。細かく知らんけど。異邦人って外国人って意味なんですけれどもね。ルール。これ、こうするのが当然。ルールってもういきなり外国も使ってるやん。ん？ん？ルールって縛られてますやん。こんなこと言うたら、なんか浅はかやけれどもね、欅坂みたいになりますけれども。非常に危険なワードが出たような。え、陸上の方やろ何言ってんの？失礼しました。もう何を言ってんの？わからないけれども。システマティックな世界にとらわれてる？え、だから、その人がさ、まあ、人殺すんですけれども、太陽が眩しかったから人を殺したってわかるよ。その人は多分ほんまやねん。それがな。でも、社会から、裁判中なんやけど、裁判中にそんなことわかって。こんなんありえへん。何を言うてんのよ、こいつみたいになるやん。でも、考えてみると、人間ってそれほど自由なんじゃないかなって。本来は。うん。でも人殺しちゃうから。わかる。そう。だから、もう、え、なんだこれ受け入れてくれ。自由ではないと思うけどな。まあ、だから、あれやな。こうやってこうやろ。太陽がもしが殺すっていう論理が意味がわからないっていうのはシステマティックってことやな。そう。何かが理由があるから殺したんでしょっていうのがシステマティックだよな。まあ理由は太陽だけど。あ、そうやけど。だからムカついたとかもっと納得できる理由じゃないと受けられる。だからそのレビュー、僕も大学の時に読んだんですけどね。大学の時に読んだとか言わねえで別に。大学の時に読んだ。大学の時に強調せんでええねん。私はこの英語読んでるみたいな。レビューに書いてあったんが、人々は納得しがたい真実よりも、あ、違う。ん？納得しがたい真実でも納得しやすい理由を探しているんではないでしょうか。違う。違うんかい。人々は納得しがたい真実よりも、もっともらしい嘘を求めているって。あ。まあ、その、バーン間を置いと、バーンとも的確に表現してましたよね。求めているって言いたかったんじゃん。こいつ、間を置いとめてるみたいな言おうとしてたね、この人。なんか、バーンも、間をまとまってましたよね。間をまとまってました。ほんまに、まあ、思いまして。まあ？いや、その通りやん。なんでそれしてんの？って聞くやん。なんかしてる人に。その時に、もう分かりやすい理由求めちゃってんだよ。意味わからん理由答えられて、なるやん。なんか、笑い稼ぎたいからとか、もうなんか、有名になりたいとかを求めてるわけよ、聞いてる人って。そこに繋がるよね。くだらねえ、お前。悪いわね、あの質問は。わかりやすい答えだからさ、でも。いや、求めてるつもりじゃないけど。そうそう、求めてるつもりじゃないけど、そういうのを。言わず、そういうのしか出てこへんやん。そういうのが普通っていうのはさ、もうシステマティックって言ったけど、それって普通に人間じゃないの？なんか生まれた時はシステマティックじゃない、本来自由やとか言うけどさ、いや、どうかなって僕は思うけどね。だって遺伝子やで。まあね。そういう風になってるんですよ。なぜならその方が生き残りやすいからね。だって蛇が怖いとか関連動画上げときますけど。いつのやつやねん。
わし、授業遅刻式大好きなんですね。最後、おならします。最後まで見てください、これ。おならしますから、僕。蛇が怖いは普通やん。花が怖いって言われたら、ピンと来ねえやん。それやん。本能に組み込まれてるやん。いや、まあ、異邦人の話終わりますけれども。人間死にかかも一緒やねんって。呼んでへんやろ、お前。呼んでへんよ。うおーおー林になる高速道路になってました。高速道路の車だけです。あかんぞ、そんな、脇軍って。どういう意味だ人間失格、金とかやってきました。いつの間に人間失格って、自分のこと言ってたんじゃない人間になれなかった。普通じゃない僕みたいな。世間に染まれなかったってことや。まあ、人間失格、世間失格みたいなことでしょうな。あ、だから、あそこに書いてあったな。それはあなたが許したく、許せないんじゃないでしょと。あ、違う違う違う。あなたが許さないというのではない。違う、逆。それは世間が許さないのだ。逆や。逆だっけ逆やっぱどっちでもいいぞ。そんなんしたらみんな怒るでみたいな。やめとき。みんなに迷惑かかるから。って言うけども、あなたがそう思ってるだけでしょみたいな話でしょ。え逆じゃないのあなたはどう思うんですかって話でしょ。えほんまはあなたはどうしたんですかえいや、もう分かりやすいやつでいくと仕事辞めたい。えそれはあなたから、あなたは仕事辞めたい。でも世界が許してくれへんから仕事を辞められへんやろ。世間っていうのは他者ってことやねん。そんな話だっけ。えどっちでもええんやけど。うん、言ってることは一緒やと思うから。システム的なものじゃなくてメカニックやん。まあどっちでも一緒やけど。終わります。取れ高ないやろ、こんな。